はい、こんにちは、レトスノーノです。本日は早速問題に入っていきます。主たる債務者は、弁済の資力があり、かつ執行が容易である場合、連帯保証人は債権者からの履行請求について、主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。連帯保証人なので、このような主張はできません。検索の抗弁権はないということですね。今回の問題は、検索の抗弁権についての問題です。で、検索の抗弁権って、どういったものかっていうと、簡単に言えば、先に主たる債務者の財産からお金を回収してくださいと言える権利なんですね。で、この権利を主張するためには、二つ要件があって、一つ目が主たる債務者に弁済の資力があること。つまり、まあ、財産があるってことですね。主たる債務者に財産があるということ。もう一つが、執行が容易であること。つまり、まあ、簡単に回収できること。この二つが要件とされています。で、この検索の抗弁権っていうのは、普通保証人は持っている権利なんですが、連帯保証人は持っていないんですね。つまり、本文のように、連帯保証人は主たる債務者から先に履行するよう、債権者に主張することはできません。したがって、誤りになるということです。短期講座では、イメージしやすいように、具体例を用いて解説していますので、短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が、道路交通法違反により、罰金の刑に処せられたとしても、A 社の免許は取り消されることはない、丸か×かという問題です。答えは、A 社の免許は取り消されることはありませんので、丸ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金刑に処せられたとしても、A 社の免許は取り消されません。道路交通法違反で罰金ってどんな場合かっていうと、例えばスピード違反とかをして罰金刑を受けた場合ですね。社長がスピード違反して罰金刑になったとしても、宅建業の免許取り消しにはならないんですね。なので、今回の問題は丸だということです。まあ、これは覚える学習をしている方でも解ける問題ですね。つまりもう単に覚えちゃうと。これ過去問の問題なんで、もう過去問何度もやっていて、この問題知ってるって方は、これ解けると思います。ただ、覚える学習では複雑な問題になると解けなくなるんですね。で、重要なことは考え方を理解する。これなんですよ。これが分かれば免許の基準の問題っていうのは難しい問題が出題されたとしても1点ゲットできるんですよね。なのでこの免許の基準が出たら、あ、これはもう1点ゲットなんだっていう感覚なんですよ。なのでこの考え方、これをちゃんと押さえておかないといけないんですね。で、この考え方については短期講座でお伝えする流れになりますのでご了承いただければと思います。では問い3です。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない。丸か×かと。これ×ですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。で、都市計画区域外っていうのは、まあ、イメージとしては、ちょっともう街から離れた、まあ、山っていうイメージかな。まあ、山奥までは行かないけども、山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですね。で、そういったところでも道路ってありますよね。ってことは、都市施設あるって話なんですよ。ってことは、この問題文が誤りってわかりますよね。都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくると、これ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますよね。まあ、それは誤りってことわかりますよね。まあ、このようにイメージしながら勉強していったら都市計画法もそれほど難しくありませんので、イメージしながら勉強していきましょう。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。